石橋貴明、日米のポストシーズン日程について語る。石橋 MLB 機構って今回も見て思ったんだけど、全部地区シリーズとかって1日ちょっとずらして、毎日試合やるんですね。あ、リーグのヤンキースとロイヤルズになったんだけど、これが日本時間で6、8、10、11、13日なの。で、な、リーグは6、7、9、10、12日って、ちゃんと、綺麗に野球のない日がないように日程が作ってあんのね。で、日本って1週間ぐらい空くじゃない。巨人とソフトバンクが勝ってクライマックスシリーズファイナルステージ進出も決まってんのに、この1週間、本当にちょっと冷めるんですよね。MLB を見てると、これは本当、ファンのためにいいシステムを考えたなって。選手は大変ですけどね。東から西に行ったり、西から東に行ったりとかっていうことになるから大変なんだけど。中止試合の扱いの違いの問題。メジャーは中止の翌日に平日ダブルをやってでも消化しようとするけど NPB は9月末や10月に先送り。全チームがほぼ同時に終わることができれば、メジャーのような日程を組むことも可能。確かにリーグ優勝決めてから CS ファイナルまではめちゃくちゃ長い。しかも、せっかく優勝したのに負けたらどうしようとか、余計なことを考えなければならないので、なおさら長く感じる。あまり日程を詰めすぎずに、体調整えて万全の体制でポストシーズンを迎えてほしいというファンが多いんじゃないかな。まあ、どのスポーツもそうだけど日本人は選手のことを思うばかって観戦する思考が強いから、選手にとって厳しい日程や不公平な日程だと、心から楽しめないというか、怪我しないかな、とか、疲れてるなぁ、とか考えてしまいがち。NPB は公共交通機関を使っての移動だし、球場も自前ではなく借り物のため確保することが難しい面がある。また、宿泊施設の確保も思うようにはならないので、MLB のような日程の消化の仕方は無理と言わざるを得ない。自分も日本のダラダラした日程は、なんとかならないものかと思いますけどね。ただ日本の場合は梅雨や台風で、試合が中止になることが多いので、予備日を多めに取らなくちゃいけないのかな。